九州鉄道26川上線での1531-1530型は、かつて日本国有鉄道の前身である、鉄道院に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は、九州鉄道が1894年に、イギリスのシャープ・スチュアート社から2両を輸入した、車軸配置0から6から0の単式二気筒飽和式中型タンク機関車で、1907年の、 国有化により国有鉄道席を得たものである。九州鉄道では25型と称したが、1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定により1530型と解消された。本形式は国有化後も北九州地区で建設用に使用されていたが、1915年7月に樺太町鉄道に移管され、 鉄道院時代の形式番号のまま、主に東海岸線及び川上線で使用された。また、この間に煙室を延長、大型化したため形態を崩している。使用成績は良好で、1943年の南からふとの内地化によって、鉄道省に再編入され、太平洋戦争終戦間際まで入れ替え用として、大止まりで使用されていたのが確認されている。 1945年のソビート連邦軍によるカラフト侵攻に伴って本形式も接収されソ連国鉄に編入されたものと思われるがその後の消息は明らかでない。形式図、ありがとうございます。